志保さん、右と左どっちがいいですか？ね、どっちから行きましょうね。じゃあ左。左からこっちから行きます。うわ、なんかもう本当やな。ここ何の部屋なんだ。これ本当にやだ。うわ、なんで奥まで続いてんのこれ。なんで奥あんのこれ。なんか落とします。誰かいますか？いない。何よ。おーい、なんだよ。何何何、音がする音がする音がする。なんだなんだ。ジェシモさん、僕後ろ後ろ。なんかいるぞなんかいるぞ。お前誰だ、お前誰だ。え、人形。怖いよ。なんだよこれ。これ動いたりしないですよね。え、やだやだやだ。あれ、今一瞬光ったのは何？誰もいないよ。え、なんだよこの人形。え、なんかなんか持ってる。え、あ、なんか音がする。志保さん、音がします。え、ちょっと待って、ここすごい広いけど何これ。うわ、ベッドある。病室ってこと？うわ、骨組みだけだ。はあ。立ち向けしか。うわ、錆びつきすぎでしょこれ。え、ここ何？うおお、影か。え、何ここ。あ、自分でびっくりしたよ。あ、あ、これなんだ。焼却炉だ。あ、これ燃やすとこだ。え、あ、なんか入ってるけど、ちょっと待って。あ、志保さん、前に行くみたいな。前に行くじゃないよ。前に行くじゃない。何やってんの。ちょ前に行く。やだ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 。前に行く。ちょっと待って待って。岡本くん、なんかでもあるよ。うわ、なんかクモスみたいな。え、紙だ。しかも新しいよこれ。え？廊下の人形の髪を溶かしてあげて。どこの？あそこじゃない。え、廊下？あそこ廊下じゃないよ。なんだ？一旦行ってみます？嘘でしょ？嘘でしょ？え、あ、え、それ。そうそう。